本業だけではお金足りず、風俗で働き始めましたが、信用風俗嬢を人として最低の仕事だと、言います。大悟さん、もし友達が風俗嬢だったら軽蔑しますことなんですか？あ、でもね、僕全然AV 女優の友達とかいますよ。って言うとあれなんですけれども、別に普通に友達ですけどね。うん。で僕別に仕事は別にいいんじゃないですか？覚悟があるんだったらいいと思いますよ。で、正直、別に AV 嬢だろうが、風俗嬢だろうが、なんだろうが、自分で覚悟して目的があってやってるんだったら僕は立派な仕事だと思いますよ。例えば、ブーブー文句言いながら、いや、低賃金だ、ねえ、なんか人間関係が良くないだ、なんだってぐだぐだ文句言いながらですね、わずかのお金でね働いている人ぐらいだったら、もう自分のその若さとかそういうものを利用して短時間で夜の時間だけね使ってね、別に飲み屋でも何でもいいし、お金を稼いでそれを未来のためにね使うと。だからそれで今自分は3年間だけ、例えば2年とか3年だけ嫌な仕事だけどやって、そのお金を使って新しくこういうことを始めるんだっていう風に未来に対してちゃんと考えを持っている人だったら、僕はそっちの方がよほど立派な仕事だと思いますけど、未来を見据えた戦略性を持って選択してるわけだから賢いやり方だと思いますよ。だから学生さんでもそういう人いますよ。大学生でそういう仕事をね、ちょっとバイトでやりながら、とか、それこそね、夜の街で働きながらとかね、まあ、それこそキャバクラとかで働きながら勉強してるって人いますけど、僕すごい賢いと思います。だって、勉強しなくちゃいけないから時間大事じゃん。で、時間単価で一番高い仕事に就くってのが、僕は一番賢いと思うので、僕はむしろ賢い戦いだと思いますよ。で、大学生とか若さを利用して、年取ってる人でも稼げる仕事って多分それぐらいですもん。それこそ飲み屋のお姉ちゃんじゃないけど。うん。僕は全然それは素晴らしい仕事の仕方だと思いますよ。ぐだぐだ文句言って、ね、会社員やってるから僕はるかいいと思いますけど。うん。覚悟があるならね。はい。